ノイゾネアレナで行われる本日のゲームです。この時間は日本対マンチェスター、こちらをご覧いただきます。日本国国歌お聴きいただきます。日本はこの試合4-5-1というシステムで立ち上がりから臨んでいます。そうですね、中盤サイドトップそれぞれと役割がはっきりしてますよね。中盤はビルドアップの要、守備では相手の中盤を潰す役割になりますよね、次にサイドなんですけども、ウィング的な役割、サイドアタックに徹した攻撃が守備ですよね、はい、そして特徴でもあるトップがポイントになってくるんですよね。ボールでキックオフ、日本対マンチェスター、エキシビションマッチをお届けしてまいります。サイドを紹介です。皆さんから見て右に攻めるのが日本、反対側右のエンドからがマンチェスターとなります。セコ裏のスペースを狙う、ポーランドふわっと裏を狙う、ポーランド今日は立ち上がりお互いに守備的な印象です。ポーランド起きましたよ、もう一つ前に行きたい、さあどこに出してくる、シュート、このシュートは収まりませんでした。多少距離あってもね、この打っていく姿勢が大事ですよね。森田、1対0先制しています。精神的なゆとりを持つことで視野がガーッと広がってきますから、結果的に攻めのリズムっていうものが良くなってきますよね、はい、ポーランドカナダ裏を狙う、どうだ、これはチャンスだ、縦へのボール、ポーランド、
日本がこのファーストハーフ中盤で1対0と北澤さん頑張っていますね。そうですね、まあ、意外といえばあれなんですけどもね、しっかりリードしていますからね。前半はとりあえず無失点で乗り切りたいところですよね。緩いボール、一旦前を取るポーランド。前半31分が過ぎたところ、鎌田対応します。堂安、遠藤へ、遠藤から鎌田とボールはプレスからボールがこぼれる。上田、今日の試合でアシストを記録しています。鎌田、上田、日本はこのファーストハーフ終盤までリードしつつ、相手にほとんどシュートを打たせていないという状況です。素晴らしいと思いますね。前半このまま終えて、セカンドハーフもこのスタイルを保っていきたいですよね。ポーランド、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 ここで丁寧にボールを扱う。ポーランド、バーへのボール。日本はアワヤというシーンでしたが、ミドル止めた、惜しくも外れたところで試合を止めます。前半終了。前半から得点が動いています。日本まずは1点先制して折り返す前半となりました。目まぐるしくコースが変わっていく中でチャンスを見逃しませんでしたね。この後引いて守りきるという方法もありますけど、まだ1点差ですし、守備に少しでも不安があるという状態ではちょっと怖いですよね。日本対マンチェスター、日本がまずは1点先制して後半へと向かいます。セカンドハーフ見ていきましょう。日本 1-0 リードです。ポーランド、大きく縦へ、ポーランド、ポーランド、ポーランド、組み立てながら攻め上がっていく。長いボール縦へ、鎌田、スルーパスを狙う。いいボールだ。マンチェスター、これはスローインとなります。ポーランド、チャレンジはしません。後ろに流す。日本がこのセカンドハーフの序盤を1点差でリードしているんですが、この後の展開、北澤さんはどうご覧になりますか。まずはこの時間で 1-0 の展開ですよね。これは非常にシビアですよね。次の1点で決めに行きたいところで逆に取られたら追いつかれる、こういう状況なんですよね。まあ見ている方は面白いですけどね。遠藤、ここはいいプレスで奪います。プレッシャー、ポーランド、混戦模様中盤、ここは通しません。ポーランド、チャンスを演出できるか。丁寧に足元を使う。うわ、取らないですね。マンチェスターとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。これはオフサイドです。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。日本としては後半に入ってからまだシュートがないんですよね。残りの時間も計算しているとは思うんですけども、思い切ってもう1点取りに行くっていう選択肢もありますよね。ゆるく狙ったボール、
ここで丁寧にコントロール、港ここで前を抜けるか、クリア、このピンチをなんとか出します。ゴーゴールのこのパス、シュート、日本、決定的なゴールになるのか。チェックを受けながらのシュートを決めてきました。カナダボディバランスですよね。体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、これがゴールを生み出しましたよね。さらに1点を追加し2対0としています。日本としては非常に大きな得点ですね、はい、無理に攻めていく必要がなくなってきますからね。そうですね、さあどうする。ポーランド巧みなフェイント。日本はこの残り時間、戦い方としてはどのような手段がベストでしょうか。もう時間を稼ぎつつ相手に対応していく形でいいんじゃないでしょうかね。この場面では失点することが何よりも怖いですから、ディフェンス優先に考えていった方がいいですよね。裏へのスルーパス、これはどうやらオフサイドのようです。仕掛けるタイミングを図るポーランド、鎌田、ここは競り勝ちます。こぼれてルーズボール、ポーランド裏のスペースを狙う、ここでファールがありました。エキサイトするシーンです。セットプレーのチャンスになります。どんなボールを選択するのか。キーパー、さあどうだ、どうする、レフェリー試合終了のホイッスル、2対0日本勝利です。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。日本としてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。はい。